です。今回は先日購入した包丁の紹介動画。いやー、買ってから随分経ってしまった。いや、早く使いたかったんだけど、もう紹介動画をね、撮る時間がなかなか撮れなくって、もう今もね、実はお昼休憩中です。さて、先日は新潟の燕三条に行ってきて、お祝いにね、包丁を母から買ってもらいました。やったー。全部で4本、ありますので、まあ、ちょっとね、急ぎ足になるかと思いますが、紹介していきたいと思います。購入品の紹介の前に、今まで使ってた包丁を紹介します。今まで使ってたのはこれ、ティファールの包丁。なんかね、確かキッチンバサミとセットになってて、キッチンバサミの方は実家で使われていると思います。この子をね、まあ使ってました。切れ味がどんどん悪くなってて、全然研いでも研いでも切れ味が悪いっていう、そんなような包丁でしたね。いやー、結構ね、初心者向けだとは思うんだけどね、なんだろう、安心感がある。でもね、父とかが来てなんか料理してってくれる時とかあるんだけど、これは切れねえなーってね、よく言ってた。実はこの子は2代目で、初めて使った包丁っていうのがこの子ですね。この子がですね、東次郎プロって書いてあるんですけど、これが燕三条市で買ってもらった包丁なんですよ。で、今回もこの東次郎をね、買ってもらいましたんで、紹介していきたいと思います。めっちゃ袋に入ってますよね。かっこいいね。東次郎ジャパンって書いてあるね。一つ、わお。二つ、三つ、四つ、すごい。合計4本ってことで、いや、本当に、なんかすごいいろんな種類のね、まあ包丁があったんだけれども、もともとこの子を使ってたから、まあこの子と同じようなシリーズでやりました。ってことで、ちょっと開けていきたいと思います。まず1本目。タラララン、タラララン、タラララララララ、タッタ。なんだろう。あ、これは、あ、わかんない、見えない。あ、なきり包丁、なきり包丁を買ってもらいました。かっこいい。同じだね。東次郎プロって書いてあるね。同じシリーズですね。なきり包丁はなんかこう野菜を切るらしいです。なきり包丁はいつもね、親戚の、いつもお野菜くれるおばちゃんがね、よーくなきり包丁を使いこなしててね、昔からかっこいいなーと思って見てたんよね。ようやくなきり包丁デビューができます。わあ。では2本目、何かなー。よっ、わあ、あー、これはなんか結構いい順番できてる。牛刀だね。お肉を切るための、包丁らしいです。かっこいい。もう見るからに切れそう。いやー、長いね。長、今まで使ってたんとだいぶ長さがね、違うね。気をつけよう。かっこいい。これお肉切っていきたいと思います。わー、いいなー、いいなーっていうか、もうこれ私のもんじゃん。いや、もう嬉しい。では3本目、ダランボーン。あ、これはね、パン切り包丁。うぃー、すごいや、長い。パン切り包丁、かっこよくない？このギザ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 。なんか、パン切り包丁はもう消耗品で、研げないらしいよ。なんか言ってた。まあ、研いでもいいんだけど、研ぐ料金払うぐらいだったら、なんかもうね、買っちゃった方がいいって言われた。ねえ、これもね、パン切り包丁あるんだね。パン切ろう。さて、では最後、4本目。なんだと思う？たらーん！なんだなんだとか言っちゃった。こちら、出刃包丁。重っ、すごいずっしりしてる。
うわー、魚をさばく包丁だね。いやー、すごいや。これは危険だ。いつかさばき動画が上がるかもしれません。なんかみんなで応援してください。ってことで、出刃包丁にパン切り包丁、それから牛刀に薙切り包丁、この4本お祝いでいただきました。ありがとう。お料理頑張る。どうしようね。なんか紹介するだけじゃなんかもったいないからね。なんか使いたいね。ちょっと薙切り包丁使ってみるか。薙切り包丁でなんかあったかな。キュウリとかあったかな。ちょっとキュウリでも切ってみようかと思います。ちょっと朝の洗い物あって申し訳ないんだけど、ざっくりちょっと気持ち洗って使います。さて、昨日88円で買ったキュウリがあるんで、これをちょっと切り包丁で切ってみようかね。いやー、え、待って、私いつもこれ包丁でベシってやるんだけど、これむずくね。包丁でベシってやるなってことかな。ちょっと、あ、どうしようか。漬物用に切る？とりあえず2等分してみる？下手ことって、あ、ちょっ待って、ぬるっと切れたよ、ぬるっと。え、わお、わかんないね。ちょっとどうやって切ろうか。 こうやって取ってみる？おい、はあ、ちょっとこれ今スマホ片手で持っててちょっと危ない危ない。やっぱちょっと首にかける、ごめんね。いやー、 すげえ。どうしよう、ちょっと漬物用に切りたいと思います。うわー、なんか滑らかー。すごい、なんかね、サクッと切れるんじゃないの、ぬるっと切れるの。うわー、なにこれ、すごい、滑る滑る、なに、いい意味で滑るね。すごい、うわー、これ切りやす、ほんと指気をつけないとだ。うわー、すごい。ちょっと私長細くというか、いつもこんな感じで漬物やってるからこれでいいや。やば、これ楽しくなっちゃうよ。薙切り包丁っていいね、先端がさなくていいわ。これもっと包丁上手になんなきゃな。全然もう初めの頃やりゃね、もう全然もう本当にもう見違えるぐらい上手になったけどね。あーすごいわ。あーすごいです。めっちゃはばりつく。こんな感じに切れました。これ食べちゃおう。いただきます。うん、きゅうりです。いやー、これいいね。切るのがね、めちゃくちゃ楽しい。4本のね、包丁を紹介していきました。きゅうり美味しい。いやー、ちょっといいものを買ってもらっちゃったので、もっともっとね、上手に包丁を使えるようになりたいってね、もう再度思った次第でございますよ。でね、これからじゃんじゃんこの包丁使って、もっともっとね、楽しく料理していけたらなっていうふうに思います。せっかくね、出刃包丁もあるから、いつかお魚さばき動画撮りたいね。みんなに教えてもらいながらね、ちょっとやりたいなっていうふうに思ってますので、ぜひね、魚さばける方もう遊び来て。ということで、今回は、お祝いで買ってもらった4本の包丁を紹介させていただきました。頑張って使ってねーのグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。